皆さん、こんにちは。僕は鈴木智也と言います。今は中学1年生の12歳です。今日は僕はサブミという集落の未来を背負ってここに立っています。それを一つ心に留めておいてください。それでは、僕は去年の4月にその茨城県つくば市からサブミという地域に引っ越してきました。ではまずそのサブミを皆さんにご紹介しようと思います。サブミというのは、実はどこにあるかわからない都道府県ランキングで見事1位を獲得した島根県の、さらにその中でもまだ県庁所在地の松江市だとか出雲大社がある出雲市だとか結構発達している東部とは真逆の西部の中にある、さらに高齢化率がなんと 42% を超えている津和野町という町の、その中のさらに山奥にあるところあるのがこのサブミです。このサブミの地域の真ん中には清流日本一を獲得した高津川が流れていて、さらに周りは豊かな山々に囲まれたとても綺麗な場所です。そしてこの地域にある小学校がこちら、サブミ小学校です。見てください、この木造平屋建ての可愛らしい校舎。そして地域の人たちが自分たちで植えて、あの週末にはちゃんと手入れもしてくださっている天然の芝生。でもこれだけがサブミ小の魅力ではないんです。まずサブミ小学校ではとても質の高い少人数教育を行っています。サブミ小学校では生徒と先生がほぼマンツーマンです。そのためとてもミスな指導が受けられます。例えば僕だったら、僕は先生とマンツーマンで理科の授業を受けていたんですけど、物を溶かす探検の時に、あの教科書には図でレモンの汁が酸性ってことが書かれていて、それで僕が先生に、先生、僕昨日隣の人にこれ柚子風呂に使いにしないって言われてもらった柚子がたくさんあるんですけど、それを使って鉄を溶かしたらどうなりますかね、なんて言ってみました。そしたら先生は、あ、それいいね、やってみようよって言ってくれて、次の日早速2人で柚子を切って絞って、そしてその中に鉄を入れて鉄を溶かしたってこともやりました。こういうことって大人数の学校では絶対にできないことだと思っています。まあ、東京の人から見ればそんなことどうでもいいなんて思っている方もいるかと思うんですけど、でも僕は、先生は僕のその知りたい、やってみたいっていう気持ちにすごくその心を汲み取って、そして誠実にあの僕の思いに応えてくれた。だから僕もそういう大人になりたいなって思ったし、この小学校ではそんな教育とか知識とかそういうものじゃなくて、その一個下にある人間として大事な何か温かいもの、優しさであったり助け合う心、それはまだ誰も答えは出せないけど、そういうものがこの小学校では学べた気がして、僕はこの小学校がとても好きです。まだサブミ小の魅力は終わりません。次、サブミ小学校では小学校と地域がとても密接な関係にあるんです。例えばこれは年末にお餅を作る、まあ、餅つき会みたいなものなんですけど、見てもらったら分かるように地域の人たちと小学生が一緒になって餅を作っています。でこの後僕たちはこのお餅をみんなで食べて、でさらにこの小学校のすごいところは地域の人たちがおかずをいろいろ持ってきて、それでみんなで本当に宴会みたいなどんちゃん騒ぎをして、本当に普通の小学校の時間にですよ、それをやってしまう小学校ってすごいなって思って、あと夏にある川の学習っていう、この学習では地域の川名人が
その川での遊び方であったり、あとは川との接し方を教えてくださる授業です。例えばこの2人、女の子は丸い石を持ってて、男の子は角張った石を持ってますね。でこの2人は川の上流と下流に行って、その川に潜ったりして、その川の違いとかを見比べたりしてきたんだと思うんですけど、教科書で確かに上流の川はこうで、下流の川はこうでって言って説明し、見ても確かにいいと思います。でもこうやって自然に繰り出して実際にそういうことを肌で感じるっていうのは、理解の仕方が全然違うし、とても新鮮な教育だと思います。でところで最近アクティブラーニングっていうものが流行ってて、教育のそういう方針っていうか、そういうものに反映されるっていうもので、僕それ最近聞いたんで、ちょっとネットでいろいろ概要を調べてみたところ、本当にこれ三味小学校の教育に当てはまるななんて思って、それは自然にその先生が生徒に一方的にそういう物事を教えるだけじゃなくて、生徒自らそういうことを学ぶっていうのがアクティブラーニングなんですが、この三味小学校はそういうことを本当に昔からやっていて、事実上日本の片隅にある地域が実は最先端の教育を行っていたなんて、ちょっと面白い気もしました。で、だいたい僕が今ここで皆さんの前でお話できているのもこの小学校のおかげで、僕は前の学校は内気な性格で、休み時間は教室の隅の方で本を読んでるようなやつだったんですよ。でもそれがこの小学校に来て、例えば休み時間に友達と一緒に話す中で、こういうマンツーマンでなんていうの、対話力みたいなのが身についたりとか、あとは一日何十回も先生に当てられる中で、こうやって堂々と皆さんの前でこうやってお話できるような力が身についたりしました。で、そんな三味小学校、こんな素敵な地域なんですけど、僕は皆さんの前でこの三味小学校の魅力をお話ししているのには理由があります。この小学校、実は今廃校の危機に直面しているんです。もともと三味小学校っていうのは数年前から生徒が一桁台でした。全校生徒数がですよ。それで教育委員会が前々からこの町の津和野町の全校生徒数の規定が16人っていうのを決まっているんですが、その16人以下の場合は統廃合するよ、開校するよっていうことを前々から決定して、そして去年の9月とうとう教育委員会は再来年度の4月、来年度の4月なんですが、それまでに全校生徒数を16名までに近づけなければ三味小学校を廃校するという決定を下しました。それでなんで三味小学校を統廃合するのか、理由は一つだけ、そう、人数が少ないから。僕はそこがとても理解に苦しむところであって、人数が少ないところを悪いところに取られてはちょっと僕そこは分かんないんですけど、なんで人数が少ないことをデメリットとして捉えてしまうのか。確かに少人数教育ってデメリットがあるように思われているかもしれません。でも僕はこの小学校に来て少人数教育のいいところ、メリットがいっぱいあると思っていて、それは一般的に知られているその悪いところよりもさらに上回っていると思います。だからそこを少人数教育を悪いところにするっていうのは間違っていると、ちょっと違っているなって僕は思っています。だから僕は町のその教育委員会の説明会とかに去年も現役の小学生として意見を言わせてもらったりしたんですけど、教育委員会はやっぱり僕の意見には耳を傾けてもらえなかったみたいです。では実際に生徒を16名にするしか方法はないみたい。教育委員会に地域の人たちはもう本当に前からいろいろ意見を言ってるんですが、それでも教育委員会は見方を変えない。だったら生徒数を16名にするしかない。三味にはちょくちょく東京とか大阪の方から人がちょっと遊びに来てくださったりとかしていて、
三味で親子で自然体験会みたいなのを開いた時には本当に大阪とか東京から100人ぐらいの人たちが来てもらって来てくださっているんですが、でその中の人たちっていうのは結構三味っていいとこだねとか住んでみたいよとかおっしゃっている方とても多いです。でも三味にある家っていうのはなかなか子連れにある子連れの人たちっていうのは住めない家が多くて、空き家とかいっぱいあるんですけど中も結構住みにくい状態なので、その家をリフォームすれば人を呼び込めると僕は思っています。でもその空き家をリフォームするお金には大金が必要で、とても集落の人たちはその大金を出すことはできません。集落の人も三味小学校の廃校を決定してからその前からなんですけど、ずっとどうやったら俺たちの母校を存続できるかということでみんな集会を開いて話し合いをするんですけど、いつもお金がないっていうところで議論は止まっていたんです。だから僕も半ば諦めかけていたっていうところがありました。でもそんな時東京の方からファウンディングベースという民間企業の人が移住してきました。そのファウンディングベースという人たちはいわば町おこしをやっている人で、そしてその人たちが僕に友やこれやらないかということでとあるプロジェクトを進めてくれました。それがこちらのレディフォーというクラウドファンディングです。僕は今このクラウドファンディングに挑戦しています。確かに、まあ、このクラウドファンディングの話を一回聞いて僕はとてもあこれが打開策だみたいな感じで思えたんですけど、ちょっと考えてみたら果たしてこのプロジェクトでこんなにお金集まるんだろうか。もしお金が集まっても空き家のそのお金で空き家を回収しようとしても、空き家でもし不具合があってこのお金だけではとてもリフォームできませんなんてことになったらどうしよう。もしリフォームして家が住める状態になったとしても人がなかなか来てくれなかったらどうしようとか、あとはもし家連れの人たちがたくさん来てくださって三味小学校に通ってくださっても教育委員会が廃校の決定を下してしまったらどうしよう。いろいろ心配はあるわけです。でも僕にできることはこれしかありません。確かにアクションを起こしても失敗することってたくさんあると思います。でもアクションを起こさなかったら物事って失敗するんです。だから僕はこの一かけらの望みでもいい、それにかけてこのアクションを僕は起こしています。僕はサブミ、そしてサブミ城が大好きです。ここはど田舎ですけど、ここを変えてくれた、僕を変えてくれたし、これからの日本の将来を担っていく人材だって育てられる場所だと思っています。今こういう日本の田舎の小学校は姿を消しつつあります。田舎でしかできないそういう魅力的な教育、それが今日本から姿を消しつつあります。田舎の教育の強みが今日本から失われつつあります。この三味小学校の魅力を皆さんにお伝えした上で僕は聞きたいと思います。この小学校、こういう小学校、魅力的など田舎の小学校、こういうところを潰すことって果たして日本の未来にとって正しい道なんでしょうか。僕はそれは違うと思う。だから僕はサブミでこれからも頑張り続けます。そしてこの小学校で育った人材っていうのがいずれ僕とか僕たちが東京のど真ん中で活躍する日が来るでしょう。だからこれからも僕を見ていてください。どうもありがとうございました。